こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、西アークラ村の山根さんから介護についてのお話がありました。まあ、まとめて言うと、完璧を求めなくていいんだよってことだったんですけども、本当その通りなんですよね。完璧ってのは、まあ、追求はするんだけども、その一回一回に完璧ってのはなかなかね、ありませんので、私が思うのは、やっぱりね、完璧を求めるよりも、お互い楽しかった、良かったっていう風なね、そういう関係で介護っていうのは続けていった方がいいと思うんですよ。例えば介護をやるのが苦痛だとかね、いわゆる 3K だとかっていうんじゃなくて、3T ですよね。楽しかったりとかね、やりがいがあったりとか、ためになるなとかね、自分の成長になるなとか、こういう風なポジティブな面をお互いに見出せるような介護をするのが、まさにね、心からの介護なんではないかなと思います。そして、いろんな失敗があると思います。いろんな勘違いとか、思い込みとか間違いがあると思います。それも結局、介護の一部なんだと思うんですよ。きっとですね、介護ってこういう風にやればいいのかなっていう風に最初は結構ね失敗すると思うんですよ。でもそれでもいいんですよ。やっぱぶつかっていくってことでだんだんこうね利用者さんとの距離が近くなっていって、誤解とかねやり直しとか失敗とかたまには叱られたりとかね、まさにそれは人間の暮らしそのものじゃないですかね。だからそういう風な意味でそこに悪意を持ち込まないこととか悪い解釈をしないこと、それができていればもうすでにお互い様でよろしいんじゃないかなと思うんですよね。私はね、介護しながらもちょっと悪ふざけしちゃったりとかね、迷惑かけちゃったりとかあるんですけども、でもそれもしばらく同じ方に仕えているとですね、いい思い出に変わっていくんですよ。この前叱られちゃいましたよねとかね、お前もう二度とするなよとかね、こんな感じで本当に家族のようにね、やり取りが続いていく。それが素晴らしい介護なんじゃないかなと思いますよね。まあこういうことは、いろいろと話し合いながらね、自分はこう思ってるんだけども、あなたはどうみたいなことを積み重ねて、介護の記録とか歴史ってのはできてくると思うんですよ。まだまだね、体系化された介護の勉強とか歴史ってのは、本当に、まだ少ないんですよね。だから私たちがこうやって動画で残していくとかね、話し合っていく場所を持つとかね、そういうことが大事なのかなと思います。そういう意味で言うと、介護は完璧を求めるんじゃなくてね、なんか完璧になればいいなと、追求するぐらいのものなのかなと思うんですよね。これは決してね、介護を軽く考えてるわけではなくて、もちろん肩の荷を下ろしてね、お互い様でやる精神がいいんじゃないかなと思っておりますけども、いかがでしょうかね。それでは動画説明欄から西アークラ村の山根さんの介護についての見解を聞いてみてください。そしてあなたの見解もいただけると非常に助かります。よろしくお願いします。